いや、初めてのことばっかりなんで、ゲームとかね、初めてなんで緊張してます。初めてのことをするので今からとても緊張しているんですけど、頑張ります。今日はちょっと女の子っぽい感じで。そうなんですよ、普段あまり着ない感じの可愛い格好です。はい、ではお待たせいたしました。お願いします。よろしくお願いします。一回伸ばして青が入ってくる。今度の味どこ行こうか。まあ、じゃあこれでもいいか。青入ってくる。もうちょっとじゃあ大丈夫ですよ。大丈夫ですね。はい。でもその前に何か予約しとかなあかんねん。ここで僕が合ってるかわからないんですけど。その前に早めに予約しとかなあかんねんな。もうちょっと予約して。人気やすぎたし。なあ、今度の休みどこ行こっか。あ、でも早めに予約しとかなかったんで。結構人気やって聞いたし。ありがとう。ありがとう。セーフ。難しい、はい。ありがとうございます。もう来ないです。初めて。ありがとうございます。行っちゃいました。どうもです。はい、よーい。はい。今度の休みどこ行こっか。冬はスノボもいいなあ。あ、でも先に予約しとかなかんやつあんねん。結構人気やって聞いたし。そや、右手出して。はい、カット。はい、カット。はい、確認させてください。はい。はい、確認させてください。はい、確認します。結構人気やって聞いたし。そや、右手出して。はい、OK です。はい、OK。はい。めっちゃ恥ずかしいです。なんか自分がやってるとこ見るの初めてなんで、すごく恥ずかしいです。いや、そんなんしたことないんで、いや、どうなるかわからないですけど頑張ってきます。じゃあもうちょい離れていい。はい、現場です。はい、用意。参りました。はい、カット。カット。はい、OK です。はい、OK。はい、ではこのカットで村瀬さん全カット終了になります。お疲れ様でした。お疲れ様です。今もう背もたれ持たれるぐらいグッて感じ。はい。逃げて逃げて。顔動かさんといてな。いっぱい。ロケをしたんですが、いや、すごく難しかったけど楽しかったです。見どころはですね、ビリッと破ります、ビリッと破ります。誰やろ、小島春菜さんです。はい、サイピーこと村瀬彩です。私を選んでくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。振らないでくださいね。バイバイ。そんなにメールとかあんま好きじゃないんで、あの夜に電話とかですね。親友に話さないけど自分からも告白しないですね。なんか待ちますあのクラッカーでサプライズでバーンってやりたいです。
ね、普通に遊園地とかで遊んでから遊びたいです。連れて行ってほしいです。言います、言って分からん、うん、ついてるでって。